エイゴーストストーリー、アゴーストストーリーは2017年のアメリカ合衆国のファンタジー映画。監督はデビット・ローリー。主演はケイシー・アフレックとルーニー・マーラ。不慮の死を遂げた男がシーツをかぶった幽霊となって残された妻や世の移り変わりを見守り続ける姿を描いている。監督のローリー、主演のアフレックとマーラのタッグは2013年公開の セインツ約束の果てでも組まれており、本作で二度目のタッグとなった。舞台は、現代のダラス、自動車事故で死亡した一人の男は、白いシーツをかぶった幽霊に姿を変え、未亡人となった自分の妻に会いに行く。2016年春、デビッド・ローリーは、本作の脚本を執筆した。ディズニーのアニメ映画、ピートと秘密の友達の、ポストプロダクション作業の終了後に、 本作の制作を予定していた。2016年11月、本作の制作が正式に決定し、ルーニー・マーラとケイシー・アフレックが、セインツ約束の果てに引き続き主演を務めることが分かった。後に、下者がキャストに加わったことが分かった。主要な撮影は2016年6月から開始した。 本作の舞台の大半を占める一軒の家はすでに解体作業が進められていたため無料で撮影することができた。本作の劇ともはダニエル・ハートが作曲した。本作のサウンドトラックはミランレコーズから2017年7月7日に発売された。本作は2017年1月22日に開催されたサンダンス映画祭のプレミア部門にて初公開された。 映画祭に先駆けて A24 が本作の世界配給形を獲得した。本作はアメリカで公開初週に4つの劇場で10万4300ドルの講習を上げた。1巻ごとの平均講習は2万6008ドルで、その週の講習ランキングでは26位デビューとなった。最終的なアメリカでの講習は159万6371ドルとなった。 本作は批評家、観客双方から称賛されている。ロッテントマトズでは230の批評家レビューのうち91%が支持評価を下し、平均評価は10点中7.9点となった。メトクリティックでは163のユーザーレビューに基づいて、平均評価は10点中6.9点となった。メタスコアは46の批評家レビューに基づいて、 100点中84点となった。ありがとうございます。